はい、皆さんこんにちは。ジジイとババアの休日です。はい、って言ってもね、はい、この先ずっと休日なんですけど、はい、今日はね、お母ちゃんの焼いてくれたバンズ、それとね、はい、ジジイの手ごねハンドコネコネバイク言われてへんやん、全然。はい、それでね、ハンバーガーを作ります。はい、ちょうどね、パンの方も焼き上がってきたんで、はい、今日はね、ベーコンバーガーと、それとアボカドとチーズとトマトね、野菜バーガーになります。ハンバーガーの方の具の方はね、ジジイが担当して、外のパンはね、嫁が焼いてくれたんですけども、結構ね、一次発酵とか二次発酵ね、それに1時間ちょっと時間待ちがあったりね、はい、そんな時間をね、利用してね、ちょっとね、琵琶湖の方に散歩に行ったんです。まあね、あの学校が終わる時間帯で3時か4時ぐらいやったかな。はい、すれ違いざまじゃなくして、平行にね、追い抜く感じでね、ちょっと女の子2人がおったんで、追い抜いていったらね、なんか話が聞こえたんですわ。またあのサッカーのキャプテンおるやんか、あの子どうな、なんかかっこいい思えへん。そうか、かっこいいかとかね、なんか やっぱし異性の話してんのが耳に入ってきたんですわ。あ、やっぱね、高校生になったら異性の話するんやなってね、思って、そのままずっと前に進んでいったら、こんな男の子2人が歩いとって、まあそれもね、後ろから追い抜いていくときに、なんか話してんのまたチラッと入ってきたんです。ほんだらね、やっぱ水鳥って可愛いなってどうなんこの違い、男の子ってどんだけおぼこいねんなってねいかがでしたか、ジジイとババアのハンバーガー。次回もよろしく。やっぱね、ハンバーガーには炭酸が合うんちゃいます？そうだね。お前はカーリングの女子か。